グロスターはイギリス海軍のタウン級系寿命館。艦名はイングランド南部の都市グロスターにちなんで名付けられた。ザ・ファイティング・ジーの愛称で呼ばれた。グロスターはプリマスのデボンポート造船所で1936年9月22日に寄港した。1937年10月19日に浸水し、1939年1月31日に収益した。 1939年9月、グロスターは第4巡洋艦船隊の機関として東インド諸島で活動し、その年の残りはインド洋の紹介に費やした。12月に南アフリカのサイモンズタウンに移動し活動した。グロスターは1940年5月に地中海に移動し、多くの戦闘を経験することとなった。6月には MA3 作戦で出撃中に、 他の巡洋艦4隻と共に、イタリア駆逐艦3隻と交戦した。7月7日にアレクサンドリアを出港し、翌8日にイタリア軍の空襲を受けた。環境に攻撃を受け多くが死傷し、その中には、グロスターの艦長であるカヤアールガーサイド大佐も含まれていた。その後、1940年の後半は、地中海東部及び英華海で活動した。 8月15日、魚雷を搭載したイタリアのサボイアマルケッティ SM79 が5機、アレクサンドリアに来襲し、そのうちに木がグロスターめがけて、魚雷を投下したが、魚雷は泥に埋まったためグロスターに被害は生じなかった。1941年1月、MC4 作戦に参加。11日、ケイジュン・サウサンプトンと共に航行中であった時に、 ドイツ軍機による攻撃を受けた。この攻撃で、島遺艦のサウサンプトンが失われた。またグロスターにも爆弾一発が命中したが、これは不発であった。3月には、またパンミサキ沖海戦に参加し、4月には、北アフリカ沿岸に対する何回かの砲撃に参加した。グロスターも、その後、もう一度爆弾の直撃を受け小さな損害を受けた。 グロスターは、クレタ島へのドイツ軍輸送部隊に対する単体の一跡として、いくつかの戦果を挙げた。しかし1941年5月22日、クレタ島、北方14マイルのキセラ海峡において、ドイツ軍のユンカース187級高化爆撃機の攻撃を受け、少なくとも4発の直撃弾と3発の試金弾を受け沈没した。グロスターの乗員723名が死亡し、 82名が救助された。グロスターの沈没はイギリス史上最悪の戦時災害の一つとして考えられる。ドイツ機の撮影したクレタ島沖で沈没するグロスター。グロスターの最後は BBC によって特集番組が制作された。これによれば、グロスターの急走は短管で燃料も対空砲の弾薬もわずかなまま行われ、重大な誤りだったとされる。 さらに、飛没後生存者の救助を試みなかったことは、通常の海軍慣例に反するものであった。これについて、グロスターの生存者は、海軍の伝統では、船が沈んだ場合、闇に乗じて生存者を救助するための船が派遣される。それは行われず、なぜなのかもわからない。我々は、ドイツ軍によって救助された。と語った。グロスターの沈没に関する別の調査は、 BBC のものとは異なる。これによれば、グロスターとフィジーの両艦が、弾薬のわずかなまま駆逐艦のグレーハウンドの生存者を救助するため救走され、猛烈な空襲のため弾薬を消耗した。二隻は交代の許可を得たものの、グロスターが沈められたのは交代途中のことであった。なお、フィジーもその日のうちに沈められた。グロスターの沈没現場は、 軍人赤法によって保護されている。ありがとうございます。